こんにちは、岩根です。今回から2回に分けてテストアニメ92のメイキング動画をお届けします。ある程度ブレンダーの操作が分かっている方向けの動画です。このチャンネルではお絵描きやアニメ作りに役立つ情報を発信していきたいと思っています。少しでも気になった方はぜひチャンネル登録をお願いします。また必ず使うお約束はできませんし、使ったからといって何のお礼もできませんが、配信で使用可能なオリジナルキャラをお持ちの方は Twitter の DM からご連絡ください。今回はブレンダーのグリースペンシル機能だけで完結させることがテーマです。通常はアフターエフェクトなどのソフトと連携させますが、それなしにどんな表現が可能かというテストを兼ねています。キャラクターはエモさんがデザインしたレパちゃんとロパちゃんです。グリースペンシル用のカスタムブラシはマーチンさんからお借りしました。この動画の説明欄のリンクからダウンロードページに進んでダウンロードボタンをクリックし、対象ファイルを保存、解凍して任意の場所に置いてください。導入に関しては後ほど説明します。タップ割りなどの作画が簡単になるオニオンピールというアドオンの導入もおすすめします。ダウンロード場所の URL とインストールと使用方法を解説した動画、ブレンダーでの 2D アニメ作成に必携の無料アドオン GP オニオンピールの使い方へのリンクも説明欄にあります。まずはブレンダーの起動から。バージョンによってスプラッシュ画面の画像は変わりますが、バージョン 2.8 以降なら問題はありません。 2D アニメーションをクリックするとグリースペンシルに最適化された状態で始められるので便利です。今回は1280×720 ドット 10fps で設定しています。真っ白なキャンバスが表示されますが、カメラを動かすと実際には背景色が白い通常のブレンダー 3D 空間だと分かります。デフォルトではこんな感じのペンが用意されています。ここにマーチンさんのカスタムブラシを導入します。ファイルメニューからアペンドを選択、解凍したブラッシュパックのブレンドファイルを選択、ブラッシュフォルダーを開き、ブラシ名が PP で始まるものを全部選択し、アペンドをクリック。これでカスタムブラシが使用可能になりました。ただしこれはブレンダーにインストールしたのではなく、今回のファイルに入れただけなので、新規でアニメを作るときには同じ工程を踏む必要があります。次はキャラクターが踏み台にする球と角型のオブジェクトを作ります。今回は手書き風なので、ペンはインクペンラフを選び、左のツールバーから円を選択してドラッグ、中の色がグレーなのでマテリアルの項目のフィルのベースカラーを白に変更すると白い丸が完成します。線の色も若干グレーに変更しました。続いて角型のオブジェクト、ツールバーからボックスを選択、球の隣をドラッグして四角を作ります。モデリングを始めます。ドローモードから編集モードに切り替え、ボックスを選択して複製します。真横からの視点に切り替え、複製したオブジェクトを回転させます。この動作を繰り返して角型オブジェクトを作ります。通常の 3D オブジェクトなので、辺の途中に頂点を追加して四角以外の多角形にすることもできます。今回はカメラアングルが限定されているので見えない側は作りません。
完成したらカメラ視点にしてサイズや位置を調整します。今回は問題ありませんが、描画順によってはオブジェクトの重なり具合が意図しない状態になることがあります。その場合、編集モードで重なりを変更したいオブジェクトを右クリックし、整列を選ぶとそのオブジェクトの前後関係を変更できます。現在は一つのオブジェクト扱いになっていますが、球のオブジェクトと角型オブジェクトを別々に動かしたくなったので2つを分離します。編集モードで球オブジェクトを選択。ショートカット P で選択中のストロークを選び別のオブジェクトにします。これで別々に動かせるようになりました。オブジェクトの形ができたので色を塗ります。先ほど線を描いたレイヤーの上に塗り用の新規レイヤーを追加し、ブレンドモードを乗算にします。このあたりは一般的な 2D お絵描きソフトのレイヤーと同じです。角型と球、別オブジェクトに分離したのでそれぞれに対してレイヤーを追加します。ブレンダーでの色塗りは大きく分けてマテリアルカラーと頂点カラーの2種類あります。それぞれに特徴がありますが、今回は外形線と塗りつぶしはマテリアルカラー、水彩風の塗りは頂点カラーにします。ボックスと球の線と塗りはマテリアルカラーでしたから、上部のこのアイコンを切り替えて頂点カラーに変更します。今回の絵ではブラスの太さはかなり太くする方がいいです。 3D 空間のどこに描くかはストロークの基準から選べます。今回はオブジェクト表面に描きたいのでサーフェスを選びます。色はカラーモードを選択した時の横のカラーボックスから選びます。好みのカスタムブラシで塗るとこのようにオブジェクト表面に塗られていることが確認できます。色が塗れたのでアニメーションをつけます。今回左下から右上に49コマサイクルのインアウトを3回繰り返します。つまり1コマ目と50コマ目と99コマ目が同じ画像になります。タイムライン1コマ目で球をスタート位置に移動し、キーフレームを追加。49コマ目に左上にアウトしたところに移動し、キーフレームを追加。この2つのキーフレームを選択して複製し、1コマ目のキーフレームが50コマ目に来るように移動させます。再び複製して移動させ、3回リピートの状態を完成させます。全く同じ操作を角型オブジェクトに対して行います。これで2つのオブジェクトのインアウトアニメーションが完成です。ラストでレパちゃん、ロパちゃんが着地する地面を作ります。オブジェクトモードで追加、グリースペンシル、ブランクと進みます。作り方は角型オブジェクトと同じで、ドローモードでインクペンラフを使ってボックスツールで地面を作成します。そして空間に水彩風ブラシで適当に色を置きます。横から見ると、
角型オブジェクトなどに干渉しているので編集モードにして角型オブジェクトより奥に移動させます。出来上がったところでアニメーションをつけます。地面はリピートではないのでキャラが着地するのにちょうどいい位置を150コマ目に設定します。そして左下に全体を下げた状態を1コマ目に設定します。するとこんな感じで背景がゆっくりと動いてオブジェクトがインアウトを3回繰り返します。これで背景画像の完成です。作業中の説明が抜けてしまいましたが、手書き風を強調するために止まっているものが小さくぶれているような効果を全ての絵に追加しています。通常は絵を描いただけでは再生ボタンを押しても変化はないのですが、モディファイヤーを追加しノイズを選択するとこのように小刻みに変化するようになります。数値などを変更して好みの動きにしてください。今回はテストアニメ92のメイキングその1背景編をお送りしました。次回はキャラクター作画のメイキングを投稿予定ですので、そちらも合わせてご覧いただけると嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。